こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。先日、日中韓3カ国による日中韓サミットが開かれ、その中で安倍総理とムン・ジェイン大統領が日韓首脳会談を行い、これからの方針について具体的にすり合わせをしたようです。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。12月24日に中国・成都で開かれる韓日首脳会談について、経済界や地域間交流などを含む人的交流の重要性を認識しなければならないというメッセージを一緒に出そうと、安倍首相が提案する可能性が高いと述べた。日本は韓国人観光客が急減し、地方経済が大きな打撃を受けている。最近、外務省関係者は今回の首脳会談では、徴用問題、輸出規制のほか、北朝鮮問題と両国の人的交流の問題が取り上げられると明かした。日本政府筋は、韓国が何を言ってくるかわからないが、日本は徴用問題に関する立場を伝える。北朝鮮問題についても協議するとして、両首脳が意見を交わすであろうということが伝えられた。それでは韓国国民の反応です。根本的な原因である輸出規制を解決する必要がありませんか。韓国の国民が許さないこと。外敵のトリックに騙されてはいけない。プライドを捨ててあってあげるのも嫌だ。日本は自分たちに有利なように言葉通りにしたいのだろう。韓国はバカなのか。譲歩はせず得るものもないということを覚えておいてください。国民を利用する扇動政治の対価。日本の観光客が減っていながら、これはまた何を言い出すのか。どうでしたか。やはり平行線でしたね。そもそも仲良くできることはできませんね。こちらはある程度歩み寄りを見せているのに、そちらは敵対心しか見せませんからね。これからは断行一択ですね。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。